こんにちは、かなです。皆様明けましておめでとうございます。今年もぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はですね、年末にザラでセールをやっていたんですけど、そちらで購入したものをご紹介していきたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。はい、ということで撮影日の本日はですね、31日なのでまだ2022年になるんですけど、今動画が上がっている時は2023年になってると思うんですけど、大してね何か大きく変わるわけではないと思うんですけど、2023年には27歳になるので、もう本当にアラサーなのかっていう感じなんですけど、まあそんな話は置いといて、今回はですね、年末にザラでセールやっていたんですけど、今回はですねオンラインで購入いたしました。なので結構ね売り切れてるものも多いと思うんですけど、気になるものがある方は店舗に行ったりすると返品とかで戻ってきたものとかあったりしたり、あとはねさらにねザラって安くなってたりとかするので、気になるものがある方はよかったらチェックしてみてください。お買い物の参考になったら嬉しいなというふうに思います。はい、ということでまずはね今着ているお洋服からご紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目に購入したものがですね、こちらの白のツイードのジャケットでございます。でこちらのねボトムスも購入いたしました。このね中のタートルニットもザラのものになるんですけど、こちらは去年購入したものになります。でまずジャケットがですね、テクスチャーダブルブレストブレザー11,990円が7,990円になっておりました。で私は M サイズを購入いたしました。でボトムスがですね、ストラクチャーミニスカート4,990円が2,590円に値下げされておりました。でボトムスはですね、私は S サイズを購入いたしました。実はねこれセットアップなのを知らずに別々ですごい可愛いなっていう風に思って購入したものが、合わせてみたら本当にほぼ同じ素材でできていて、多分セットアップではあるんですけど、なんかザラってセットアップなのすごい分かりにくくないですかなんか店舗に行くと隣で並んでたり一緒にコーディネートされてたりすると思うんですけど、ウェブサイトだと結構分かりづらくって、別々で見ていてすごい可愛いなっていう風に思って購入してみたら、実はセットアップだったっていうコーディネートです結構ね白留めしていて色味がね分かりづらかったかと思うんですけど、実際に見るとこんな感じの色味になっております。白い糸とあとベージュの糸が縫われているスウェード生地になっていて、結構ね真っ白のジャケットになってしまうとすごいカッチリとしたイメージになってしまうと思うんですけど、こうやってベージュが混ざってることによってデニムとの相性も良いと思います。なのでねちょっとカジュアルにも着られるジャケットになっております。こちらのジャケットのすごい可愛いポイントがですね、個人的に2つあって、1つ目がですね、ボタンがすごい高級感があるゴールドのボタンがついているんですよ。これすごい可愛くないですか。もうね本当にこういうゴールドボタンが大好きで、結構私の動画を見ていただいている方はよく登場すると思うんですけど、本当にねお上品ですごい可愛くってめちゃめちゃ気に入っております。可愛いポイント2つ目はですね、ウエストのラインがすごく綺麗に出るジャケットになっているので、これを着るだけですごい女性らしいシルエットを出してくれるのがお気に入りでございます。全身で見るとこんな感じです。ここのラインとかもすごく綺麗に見せてくれるので、私胸とお尻が出ているのでこういう風にキュッてなるものを着た方が私は着痩せするんですよ。なので私の体型にすごく合っているジャケットだなっていう風に思いました。はい、ボトムスはですねこんな感じでございます。見えやすいようにちょっとジャケットを脱いでしまったんですけど、ちょっと丈短いかなっていう風に思ったんですけど、まあでもお尻はねすっぽりと隠れてくれるので、中ちゃんと履けば大丈夫かなっていう風に思いました。ただ一つ気になるのがですね、こちらのスカートめちゃめちゃ透けますジャケットはね中にこういう風にさちゃんとレイヤーとかが入ってるから薄い感じしなかったけど、ツイードのスカート1枚ペラッとっていう感じのスカートになってるんですね。見えないようにしなきゃいけないなっていう風に思いました。今の時期だとねちょっとこれ1枚だけだと寒そうなんですけど、この上にコート羽織って着ようかなっていう風に思っております。結構長めに使えるアイテムだなっていう風に思っております。はい、続いてはですねこちらの白いダウンを購入いたしました。こちらがですねウィンターウィンドプロテクションキルティングジャケットデタッチャブルフードで
でございますでお値段が15,990円が11,990円まで値下げされておりました。で私はこちらも M サイズを購入いたしました。実はですねこれ最初争奪戦に負けて確かセールがね10時ぐらいから始まったんですけど10時に買えなくて売り切れちゃって、でそれで30分ぐらいずっとサイトに貼り付いてたら30分ぐらいだったかなに在庫が復活して購入できたっていうアイテムでございますはい、全身で見るとこんな感じですね。170センチの私でお尻がすっぽりと隠れるぐらいの丈感になっております。バッテリーが切れてしまったのでちょっと交換してきましたこちらのダウンはですね結構こんな感じで細身のジャケットになっているので中にいっぱい着込むというよりかはちょっとスタイルがよく見せたいなっていう日に着ようかなっていう風に思っております。でこれね着てみてちょっと感動したのがですねポケットの中が裏肝になってるんですよ。手をねこうやって入れる時もすごいあったかくてそれもすごく気に入っております。こちらのフードはですね取り外し可能になっていてここにねこんな感じでチャックがついていてこれをチーってやればフードが取れる感じになっていてあとはファーもね取り外しが可能でここにパチパチがついているのでこれをあれ当たれた。こんな感じで2個ついているのでこうやってファーも取れる感じになっております。私実家が雪国なんですけど24日からかな5日間ぐらい帰省してたんですけど秋田県でもねすごいこのダウンあったかかったんですよ。なので雪国に住んでる方にもねすごいおすすめしたいアウターになっております。すごいあったかいしフードもついているので冬すごく使えると思います。はい、続いてはですね春にめちゃめちゃ活躍 しそうなブルーのシャツを購入いたしました。こちらがですねラインストーンポプリンシャツ5990円が2990円まで値下げされておりました。でこちらはですね M サイズを購入いたしました。このシャツ実はね今初めて着てみたんですけどめちゃめちゃ可愛くて本当に気に入りました。超可愛くないですか。今年結構ねこういうブルーのシャツ流行ってたと思うんですけどなんかあんまり個人的にパッとくるものがなくて買ってなかったんですけどこれは本当に可愛いですポイントになっているのがですね襟にこういうビジューがちょっとついていてそれがすごく可愛くってあと袖もねこうやってタックがいっぱい入っていてあとね感動したのが後ろにもタックが入ってるんですよ。このシャツわかるかな、この辺にタックが入っていてすごく女性らしいデザインになっているブラウスっていうかシャツになっていてすごい可愛いなっていう風に思いました。でボタンもですねこういうくるみのものになっているのでそれもすごい女性らしさが出て細部にまでこだわって作られているシャツになっております。さっきはですね白いスカートに合わせてコーディネートを組んでたんですけどこのちょっと濃いめのグレーのパンツともすごい相性が良くってめちゃめちゃ可愛くないですか。このコーディネート個人的にめちゃめちゃ気に入りました。今の時期だとねあんまり出番はなさそうなんですけどでも本当にめちゃめちゃ気に入ったので動画で着たりとかあとは春先にね1枚で着られる時期になったらいっぱい着たいなっていう風に思っております。はい、続いてはですねこちらのめちゃめちゃ可愛い半袖のニットを購入いたしました。こちらがですねビーズ付きニットセーター5990円が3990円まで値下げされておりました。私はですねこちらも M サイズを購入いたしました。でこちらのニットはですね多分秋のものにはなると思うんですけどすっごい可愛かったので購入してしまいました。この首元がねポイントになってるんですけどこんな感じでビーズがついていて実はねこれ後ろまでついてんのすごい可愛くない？本当にねすごくて感動しちゃいました。普通こういうのって前にしかつけないじゃないですか。こうやってアップした時もすごい可愛く見せてくれるので本当にね感動しました。それについてははい、で丈感はですね出してみるとこんな感じになっております。まあ、短すぎず長すぎずこれ結構ハイウエストのパンツにはなるんですけどこういうパンツだったらインした方がスタイルはよく見えるかなっていう風に思います。でもデニムとか履いてる時だったらね全然出して着られる丈感になって
っていると思います。ザラってアプリとかあとウェブサイトとかで購入するときにちょっとサイズ大きめとか小さめとかサイズ感が出てくるじゃないですか。このトップスはですねちょっと小さめっていう風に出てきていたので、まあ、やっぱり多分この腕の部分とかのことを言ってると思うんですけど、私もね着るときにちょっと腕がきついなっていう感覚があったので、そんなピチピチではなかったので私は M サイズでも良かったんですけど、ちょっとゆとりを持って着たい方はワンサイズ上げて購入してもいいのかなっていう風に思いました。はい、最後はですねこちらの可愛い T シャツを購入いたしました。この胸元にねキラキラでパーレスって書いてあるんですけど、こちらがですねテキストプリント入りシャイニー T シャツ2990円が1290円まで値下げされておりました。 M サイズをこちらも購入いたしました。白い T シャツでニューヨークって入っているものは持ってるんですけど、なんかウェブサイト見ててパリあるじゃんと思って可愛いと思って購入してしまいました。こういうね黒い T シャツ私そんなに持っていなかったので、まあ、夏になったらいっぱい使えるだろうし、基本的にはね T シャツ何枚あってもいいと思うので可愛いデザインがあったら購入するようにしてるんですけど、セールだったし購入してみましたちょっとキラキラ感伝わるか分かんないんですけど、一応ストーンでね一個一個ついている T シャツになっております。ザラはねこういう T シャツとかも結構値下げしてくれて、最終的には990円ぐらいまで値下げしてくれるんですよなので掘り出し物をね探したい方は店舗に行った方がいいかなっていう風に思います。気になる方はよかったら行ってみてくださいすいません、片付けしてる時にこちらのニットをご紹介していなかったことに気がつきました。こんな感じのシンプルな V ネックのセーターになるんですけど、これがね本当に可愛くってめちゃめちゃ気に入っております。ちょっと黄みがかったようなベージュっぽい、なんて言うんだろうね、クリーム色っていうのが多分すごくぴったりなニットのセーターになっております。で結構ねこれ元値が高くって8000円ぐらいするあのトップスになるんですけど、こちらがね確か5900円ぐらいだったかな、ちょっと上に書いておくんですけど2000円か3000円ぐらい安くなっていたのでちょっと購入してみました。でこちらはですね 100% ウールの素材でございます。こちらのニットはですねここのね横幅が結構広めにできているので、こうやってインした時もちょっとねこうやってダボって出るのがすごい可愛いなっていう風に思います。はい、出してみるとこんな感じです。出してきててもねすごい可愛いんだよね。このちょっとゆたっとした感じが可愛くって、ユニクロとかで買うとね結構ストレートなものが多いと思うんですけど、ちょっとここが広がっていてデザイン性があってすごい可愛いなっていう風に思います。私結構ね V ネックのセーター探してたんですけど、あんま気に入るものがなかったんですけど、これはすごい可愛くって購入してよかったなっていう風に思いました。はい、ということで今回はですね年末のザラのセールで購入したものをご紹介しました。結構ザラが値上がりしていて本当に高いなっていう風に思うので、そんなにポンポン買えなくって、今回もね商品数そんな多くはなかったんですけど、本当に気に入ったものを厳選して購入したので参考になれば嬉しいなという風に思います。はい、ということで今回の動画はこんな感じです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。